ラジオを聞いているあなたたち、バンドリに全てをかける覚悟はある？ある。ロゼリアボーカル担当、湊由紀奈役の相葉愛奈です。皆さん、ハローハッピー。ハローハッピー。ハローハッピーワールド、ドラム担当、松原香音役の豊田萌です。日本放送がお届けするバンドリプレゼンツドリーマーズチューン、皆さんにバンドリの魅力をたっぷりお届けするプログラムです。皆さん、ガルパッテル。ガルパッテル。どう？ありがとうございます。いいでしょ、語呂がいいんだって、ガルパってるって。盛り上がってますか皆さん、どうですか？なんか寂しいよ、なんか。そして、はいはい、先週の金曜日になんと、このドリーマーズチューン増刊号として特番をやらせていただきました。ねえ、そうなんです。でまだちょっとね、聞けてないよっていう方は絶賛ラジコで配信中でございますので、はいはい、タイムフリーをお使いくださいという感じなんですけれども、アマネスが来てくれましたし ね。そう、もう終わっちゃったけど、ライブ前にこう、うん、特番だったんだよね。いろんな話をしましたからね。だからいろいろそのラジオを聞いた上で、うん、こういう演出だったんだとか、答え合わせみたいなのできた人多いんじゃないかな、ね、しかも1時間とかね。1時間、あ、そう、番組がね。そうですよ。私を一文字で表すなら、まあ、私は圧かなってよく言われるから、圧かなと思ったんだけど、私もやしもね、圧で来るかなって思ったの。思ったよね。なんて答えましたっけ？馬です。それは私たちの共通の趣味。これは競馬番組じゃないんだっけ？ないよ。結構してるから、競馬番組ね。すぐ本当、競馬のこと知らない人たちは何のこっちゃと思ってんのかなっていうね、クレームもお待ちしております。そっか、はい、競馬番組だと思うときたまにあるから申し訳ない。たまにね、ちょっとね、そのノリできちゃうことあるけども、これは違いました、圧でしたね。バンドリの圧でしたね。はい、というわけで、うん、今回はですね、バンドリジュークボックスやりますよ。バレンタインにぴったりなバンドリソングと、以前募集しました新コーナーやりたいと思います。楽しみでございます。どんな感じになるんでしょうかね。さあ、ちょっとライブの感想はね、まだ時系列的に言えないので、はい、その感想などなど、こちらの宛先にお待ちしていますよ、はい、メールアドレス bdp@1242.com、 bdp@1242.com、 また番組公式ツイッターアカウントをフォローしてくださいね。ハッシュタグドリーマーズチューンをつけて、どしどしご投稿ください。それでは今夜のオープニングナンバーです。ポッピンパーティーで、私の心はチョココロネ。そっと耳に当てると、聞こえる心の波音、ときめきに甘い香りが胸をざわざわ騒がせるの。バンドリプレゼンツドリーマーズチューン、この時間はブシロードがお送りします。バンドリドリーマーズチューン、ハッシュタグドリーマーズチューンをつけて、どしどし投稿してください。アイバイナとトヨタモエがお送りしているドリーマーズチューン、最初はこちらのコーナー、バンドリジュークボックス。さあ、バンドリおすすめソングをご紹介するコーナー、今回はバレンタインにぴったりなバンドリソングをテーマに、バンドリジュークボックスをしちゃいます。わーいねー、チョコレート食べたいよ。チョコ
チョコ、チョコ食べたくなってきましたけども、ではでは早速いきたいと思います、はい、ラジオネーム泉アットコナダさんからいただきました、ありがとうございます。ポッピンパーティーでスイーツバーン、バレンタインまであと5日、はい、こちらバレンタインデーにぴったりなバンドソング、アイアイモイシコンバレンタインということで、コンバレンタイン、はい、おそらく投票数もかなりあるはずですが、最高のバレンタインを迎えるために甘いものを我慢するリミリンに付き合うメンバーが最高にポッパらしくていいストーリーですよね、うん、歌詞のバレンタインまでカウントダウンするところも可愛くて大好きですということで、うん、バレンタイン楽曲いいね、スイーツ、なんかやっぱリミリンって感じがするね、バレンタインはね、いやそうなのよね、さっきのチョココロネもそうだけどね、やっぱねリミリンが出てきちゃう、イコールだよねチョコのね、あとこの作ってる人たちお菓子作るの大好きな人たちメンバーいるじゃん、いるいるいる、ロゼリアだとリサ、そうね、お菓子作り、そう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 、カノンちゃんも作ってる感じするかも、ね、するあと、うん、ヒナもなんかやってたり、うん、そういうのがさ、うん、出てくる、ちょっといいよね、バレンタインっていいよねだってチョコも、私チョコもらうんだけど、うん、いやあいあいもらう気がするチョコもらう、なんか学生時代から女子たちからもらってそう、あでも友チョコみたいな感じで確かにもらってた、ね、なんか私もさすごい友チョコ文化がバーって流行った時代だったからさ、うん、小中学生とか、うん、なんかもう友達にたくさん作ってって、でもみんながくれるから飽きるだろうなって思って、うん、ある年唐揚げ持ってったの、バレンタインに、天才じゃん、もう大反響でしょ、大モテチョコレートだらけの中のね唐揚げはすごいね、光り輝くのよ、で唐揚げをさチョコレートにつけたら美味しそうじゃない、うん、ありだと思う、ありだよね、だってしょっぱいのとさね、ポテトチップスもあるわけだしさ、ね、北海道のね、うん、名産品にあるくらいだから ねえ唐揚げチョコ、なんか語呂もいいですよ、唐揚げチョコってなんか唐チョコ、えいいじゃんいいじゃん、今年のバレンタイン、うん、どなたかやってみてくださいやるかやるかな、おすすめでございます、おすすめやってみてください、ありがとうございます。続いてラジオネーム、はい、ロゼリア大好き娘ももちゃんさんからいただきました、ありがとうございます、ハローハッピーワールドでシュガーソングとビターステップをお願いします、そうね、タイトル的にもね、うん、甘いシュガーでほろ苦ビターな甘くて苦い恋愛模様がバレンタインにぴったりだと思います、この曲を BGM にバレンタインパーティーを始めたくなります、えバレンタインパーティー最高だね、ねえお菓子っていうかチョコとか作りたい、あれやりたい、フォンデュー、あやりたい、なんかあの上から流すやつ、滝みたいに、別に家じゃなくても外でもできるあれでしょ、フォンデュのフォンデュ屋さん、そうそうフォンデュ屋さん、あれやりたい、やりたい、マシュマロとかイチゴとかつけるやつ、はあ、え、行こう、行きたい、バナナやりたい、私バナナやりたいご自由にどうぞじゃあ唐揚げもいけるかな、唐揚げも唐揚げ唐揚げ持ってこいし、えこの楽曲合うね、でもなんかルンルン気分でフォンデュできそう、ね、そうね、なんかバレンタインのイメージなかったけど、うん、冷静に考えたらぴったりだね、めっちゃぴったりね、タイトルから含めて、ありがとうございます、ありがとうございます。では続きまして、ラジオネーム、うん、サンボさんからいただきました、ロゼリアのジーロオブプラウドです、大丈夫よ全て、本命チョコを渡したいけれど緊張と不安で行動に移せない、そんな時、ワン、踏み出した偉大な一歩とだんだんと盛り上がっていく曲調と歌詞が歩みを促し、サビのところで大丈夫よ全てが私たちはここにいると相葉さんが力強く背中を押してくれるから心強い、ロゼリア全員で応援してるからきっと渡せるはずです、あ、応援ソング的な聞き方をしてるのね、なのでジロープラウドは確かに応援ソングって私も思ってるんですけど、うんうん、バレンタインでもいけんだ、チョコを渡す勇気、大丈夫だよ渡せるよ成功するよっていう応援ソングなんだ、これは告白とか、うん、プロポーズとか、うん、何でもいけるんだバレンタインいけるんだから何でもいけるよそうだね、何の応援もいける、渡すのどうしようかなって悩んでる人はこの楽曲を聴いて、うん、聴いてね、頑張ってね、渡してもらって応援してます、応援しております、うん、では、はい、続いてラジオネームモンサンミシェルさんからです、はい、ポピパのステップバイステップ、ほらステップバイステップ、ステップバイステップ、もともとはポピパがロックに対してラスに入るか悩んでいるのに対して送った曲ですが、歌詞の好きを止めないでね、感じるままに
Go for it のところが好きな気持ちを止めないで勇気を出して渡そうと頑張っている姿を想像できたので選びました。あ、でもこれもね、背中を透け好きを止めないでねってさ、すごいいい歌詞だね。歌詞だね。好きを止め、うん、ダメよ好きは止めちゃね。なんかいいね。いい、私がおばあちゃんになったら孫に言おう。私もいただく。このセリフいただいちゃう。好きは止めないで、止めない、止めちゃダメよって、よっておばあちゃんが言ってたって言ってもらえるような代々松代まで伝わるね。五代先まで伝えていこう、うん、伝えていこう。はい、ではでは続いては私たちからも選曲したいと思います、はいはい、私アイバイナが選んだのはパステルパレットでワンダフルスイーツ。かわいい、かわいい、ひなちゃんかわいい。バレンタインイベントでもねそうでしたけども、うん、やっぱかわいい、ちゃんとそのスイーツだしね、うん、タイトルもね、うん、だからなんかなんだろう、ほんとパステルパレットの楽曲、これこそ、うん、これもなんかかけて作りたい。なんかさ、美味しくなりそうじゃない。確かに魔法の呪文じゃないけど、うん、そう確かになんかさ、チョコレート作るときにさ、うん、BGM としていいかもね、うん、なんかいつもより自分の作るスイーツが美味しくなりそうな気がする、うん、あ、でもそれはあるかも。でもなんかちょっと集中力散漫しちゃうかも、うん、お菓子作りはもうほんと分量命だから。なんか料理はさ、ある程度さ目分量とかさ、うん、まあまあまあちょっと大雑把でも美味しくなるとかあるけど、うん、スイーツ系はもうほんともうグラム、もう本当にもう少しでも間違えたら終わる、ね、タイミングとかもね。なんかさ前にさ、うん、クッキー作りした時にさ、うん、なんかあの自分的にはその分量通りにやったつもりだったんだけど、うん、まあ、ちょっと雑な性格も相まって、うん、性格じゃなかったんだろうね、うん、でさそのクッキーのさこう型抜きあるじゃん、うん、星とかハートとかっていっぱい可愛いので抜いてさ、うんうん、であの天板にちょっとこう間隔空けて置いて、うん、で焼くじゃん。で焼き上がったいい匂いしてきたって思ってさ開けたらさ、その天板の形に大きい四角のやつができた。え、意味がわかる。ドロドロだったって。型抜きしたのに蓋を開けたら天板の形の四角い一枚のクッキーが出来上がった。ドロドロ。そういうこと。固まってなかったってことだよね。そういうことみたい。だからなんか溶けてって隣同士でくっついて一枚の板になったの。え、多分今まで聞いたお菓子作りの中で一番ひどいかもしれない。びっくりしちゃった。そんなお菓子作りねエピソードでございました。もえしはでは最後、トヨタもえが選んだのはこちら、牛込りみちゃんでチョコレートの低温レシピ。もうドストレートにやっぱこれ選ばないの逆張りすぎるだろうと思って。そうだね。だってもうタイトルにチョコレート入っちゃってもね。レシピって言ってますからね。あ、しかもあのさっきのチョココロネは、うん、あのポピパさんの楽曲だけど、うん、これはもうリミちゃんのキャラソンっていうところでね、やっぱりリミちゃんといえばチョコ。いやもう本当にリミリンといえばチョコだし、リミリン本当に実際のね、うん、西本リミちゃんもチョコレート好きですし。そっかそっか、そうそこもリンクしてるんだ。そう、かわいい。これはもうチョコレート楽曲なので。甘い甘い、あ、甘い、うんと甘いですね。甘いいただきました。はい、というわけで、うん、今回のタイトルとかテーマは、うん、バレンタインデーでしたけども、次回のテーマもちょっと考えたいなって思いますけど、まあでも3月はやっぱ卒業式シーズンなんで、まあ、正直そうですね、うん、私たちも卒業するんで。そうね、キャラクターたちがね、はい、卒業しますんで、それに合わせてちょっと卒業式っぽい、ね、ぽい楽曲結構ありそうですよ。そうだね、うん、ちょっとノスタルジックじゃないけどこうセンチメンタルになる感じの楽曲とかもね。そうですね、ロゼリアもちょっと思い出てきましたもんね。ハマりそうだね。はい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 、はい、桜とかもね。あー、いいね。でも それ卒業式桜だよね。桜入学式もあるけど卒業式もだよね、うん、桜よ。だから何これ逆に多すぎるんじゃない。そうね、だからリクエストでどれが多いかとかでね、うん、ちょっと集めてみたいと思いますので、はい、お待ちしていますよ。ぜひぜひよろしくお願いいたします、うん、以上バンドリジュークボックス、バレンタインにぴったりなバンドリソングをテーマに楽曲を選んでみましたでした。バンドリプレゼンツ、バンドリプレゼンツ、ドリーマーズチューン、ドリーマーズチューン、バンドリプレゼンツ、ドリーマーズチューン。続いてはこちらの企画、ドリーマーズチューン悩み相談。私
私たち2人が皆さんの悩み相談に答えて、最後にその相談や解決にふさわしいバンドリソングをご紹介します。はい、それじゃあ早速やっていきますか。お悩みに答えますか。悩めし方千春さんいいのかな、おいおい、千春さんからいただきました。ありがとうございます。あいあいもえし、こんばんどり。いつも仕事の合間にこのプログラムを聞いています。ありがとう。私はバンドリのライブに何度か足を運び、その度にキャストの皆様の演奏パフォーマンスに圧倒され感動を抱いています、うん、現地でライブを見たことがきっかけで新たにベースを始めてみたいと考えています。しかし続かなかったらどうしようと、なかなか踏ん切りがつきません。お二人から優柔不断の私にアドバイスをいただけると嬉しいです。あら、迷ってる暇がある、その時間がもったいなくない、うん、もったいない。てかベース買っちゃえ買っちゃえね、え、うん、形から入った方がいいよ。そうだよ、ベース買っちゃったらもうやるしかないんだもん ね免許持ってないけど高い車先に買っちゃうみたいな。あ、そう早い免許取れってなるからね。なるじゃん絶対。確かにベースも買っちゃって、うん、あとなんかスコア、自分の好きなさ推しバンドのさ、そうね、うん、買っちゃってさ、バンドスコアね、バンドスコアとか課金したりとかね、あ、そう見られるやつあるから ねいいじゃん。ベンベゲベンゲベンベゲベンベゲ本当にバンドやってる人ですか。いやいやいや、ベンベゲベンベゲベンってね。ベースもでもいきなり高いやつを買うんじゃなくて、うん、でも絶対実物はあった方がいいと思うから。そうね、うん、でもそうね、本当にピンキリだと思うから、ピンキリだけど、なんか安いやつ、そんな自信がないんだったらまずは安いやつから。だって私趣味でギター始めたいって思った時に、うん、本当にあの楽器屋さん入って、この中で一番安いギターくださいって言ったの、うんうん、いやだからそれ恥ずかしげもなくいいと思う、まずはね。でそっから自分のその指に合うとか、うん、最初から多分ね指に合うやつ、まあ、手大きかったら別に大丈夫かな。やってみてじゃない。高いの買ってやめない説もありますけど、うん、私は多分やめる。私もやめるちょっと私は高いの買っても飾るだけでもう終わっちゃうから。私もそう、やめる。だったら安いの行って本当になんかちゃんとやるなと思って、ハマるかどうか。そう、そっから高いの買えばいい、ま一歩踏み出してみて。そう、じゃあ一歩踏み出してみて系の楽曲じゃない？この方にお送りする本当だ楽曲は一歩踏み出す系。でもなんかそういうのポピパに多いイメージ。あー多いね。でもあのさ、うん、何の楽曲が簡単なのかちょっとむずい。あ、そうね、ベースがさ、そうね、輝く楽曲とかも良さそうだね。うん、こうやって他のアニメの名前とか出しちゃいけないんだっけ？全然いいよ、出していい？アンパンマンのバイキンマンの、大丈夫でしょ。バイキンマンのね、なんかさ同じバンド系のなんか作品とかだと、あ、ちょっと嫌かなみたいなのあるけどさ、アンパンマンはいけるでしょ。あのアンパンマンのバイキンマンのテーマソングっていう楽曲があるの。ちょっとタイトル違うかもしれないけど、うん、バイキンマンのまあテーマソングがあるのよ、うん、そのベースめちゃくちゃかっこいいからマジでかっこいいから。それ流してほしい、聞きたい。もうその本当にかっこよくて、そのベースライン、うん、妹がもともとベース弾いてて、私のね、そうなの、妹がベース弾いてて、うん、姉ちゃんめっちゃかっこいいねみたいな。私もともとしてたんだけど、うん、今練習してんねやんかみたいな、うん、でもちょっとむずいねんなみたいな、えユッキーちゃんにちゃんさあみたいな、うん、むずいか聞いてみてって言われてユッキーに、ユッキーみたいな、バイキンマンのベースラインって難しいって言って、うん、ユッキーがこうやってくれて、おあ、ここがちょっとむずいかなみたいな、でもそれ以外はなんかいけそうみたいな、うん、ロゼリアとどっちがむずいって言ったらロゼリアってだからバイキンマンのどうかな、ベースライン後ろ、あ、それは一回練習してそう、かっこいいねめっちゃ。もうそれしか流せないよこの流れ、もう無理だよバンドリ楽曲このエピソードに今勝てないもん。かっこいいんだから、流せないか、流せない、いけるいけないいけませんって。もう一個悩み来てないの？あ、でもじゃあ分かる、はいはいはい、これだ、はいはい、ロゼリアのベースベンベケベンベ ケめっちゃ目立つのやっぱこれじゃない？あ、じゃあそれをもう処方箋として、これ最後だからもう第一段階の最終目標、ピンキリのキリね、キリ第一段階かな、まあ、一番難しい楽曲ではないと思いますからね、まあ、第一段階の最終形態はこの曲ですねそのふさわしい楽曲の紹介お願いします、はい、頑張れロゼリアで R。
響くまま夢をひとさじすくい取って惑う姿は刻んとし飛び交う闇を跳ねのけるバンドリプレゼンツ、バンドリプレゼンツ、ドリーマーズチューン。ここでお知らせです。バンドリ公式 YouTube チャンネル、バンドリチャンネルにて毎週木曜日22時からバンドリ TV ライブ2023を生放送でお届けしています。そしてバンドリのライブが楽しめる番組バンセの傑作選を23時から地上波放送と YouTube にて同時放送していますよ。毎週木曜日のバンドリの時間をお楽しみに。バンドリと音声創作ソフトチェビオ AI のコラボレーションにより始まった次世代プロジェクト夢の結晶、昨年末のダウンロード版に続きパピーローズのスターターパッケージ版が2月28日にリリースされます。富山かすみ、港ゆきなの歌声をもとに高精度の楽曲制作ができるということですので、ぜひゲットしてください。モルフォニカのファーストアルバムクインテットが3月15日にリリース予定です。全13曲の収録楽曲に加えてブルーレイ付き生産限定版には2本のライブと新曲の MV が収録。初回生産分には7月から開催予定のゼップツアーのチケット最速先行抽選申し込み券が封入されます。モニカ初のアルバム、ご予約はお早めに。3月18日と19日東京のベルサール秋葉原にてリアルイベントガルパ6周年記念ファンフェスタ in 秋葉原を開催いたします。ガルパキャストたちが出演するステージプログラムやポップアップスターの出展など楽しい企画が盛りだくさん。さらに秋葉原のリアルイベントと連動した試作を東名阪にて実施いたしますよ。イベントの詳細はバンドリ公式サイトをチェック。5月28日富士急ハイランドコニファーフォレストにて開催されるレイザー睡蓮ライブ2023エクストラメーションハイランド、ゲストアクトとしてロゼリアも出演するライブのチケット先行受付がブシロードミュージックパスポート会員限定で受付中です。会員登録は無料、ぜひご応募ください。現在ガルパでは台湾ライブイベント思いの口どけレゾナンスが開催中です。イベントと同時にモルフォニカのオリジナル楽曲スイートチアーズが遊べるようになりました。まだプレイされていない方はぜひお楽しみください。その他詳しい情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式ツイッターをチェックしてください。以上番組からのお知らせでした。バイバイだと田谷智恵がお送りしてきたドリーマーズチューンエンディングのお時間です。新コーナー、新コーナーも始まり、はい、ジュークボックスもやりましたけども、さっきアンパンマンのバイキンマンの登場のシーンの音をやってもらって、うん、すごい理解できた。理解できた。確かにあれベースなんだ。あれベースなの。なんかね、うん、あんまベース意識してなかったんだけど、うん、もうそれを知ってからもう本当にベースラインがすっごい聞こえてくるのねもう今後見るときすごい意識しちゃうじゃん。ってそう、めっちゃかっこいいんだよね本当に。夢から鱗だったね。まあ、今回のお悩みは、うん、まさかのこのような結果になりましたけど、ないがしろになっちゃった。もしかしていやいやいや、相談ないよ。最終的にはね、でもちゃんと落ち着けましたから、ね、最終目標の楽曲はだってお届けしましたし、 R を目指して、はい、そうですよ。ベースから始まる。ベースから始まります。これはあれは弾けたらかっこいいよ、うん、これ目標に応援していますので、はい、応援していますから、もしよかったらね、結果、あ、確かにいいんですよ。あ、やっぱやめましたって言ってくれても、全然全然やっぱ飽きましたみたいなのでもね、うん、いいんで、なのでぜひぜひお待ちしております。はい、番組ではメッセージをお待ちしています。宛先はメールアドレス ddp@1242.com、ddp@1242.com、 また番組公式ツイッターアカウントをフォローしてハッシュタグドリーマーズチューンをつけてどしどしご投稿ください。
そして今回の番組の模様は響きラジオステーションにて明日2月7日火曜日17時から配信です。公式 YouTube バンドリチャンネルでもご覧いただけますよ。響きラジオステーションで無料の会員登録をすればおまけコーナーもあります。楽屋裏を聞くをクリックしてお楽しみください。ではではバンドリープレゼンツドリーマーズチューン、ここまでのお相手は相葉愛菜と寺田萌でした。それではバイチューン。バンドリープレゼンツドリーマーズチューン、この時間はブシロードがお送りしました。